松平直勝は、幕末期の大名、武蔵国川越藩七大藩主で、江戸幕府の政治総裁職を務めた。後に、所領の上の国前橋に、前橋城を修復して移り、前橋藩主となっている、直木家越前松平家十一代、天保十一年二月二十六日、筑後国久留米藩九代藩主、有馬頼則の十三男として、江戸にて誕生。頼りには、 多くの男子があったが、成長したのは、頼長、亀井コレミ、コ五郎及び、富野城の四人のみであった。富野城は、幼少より俊敏類発で、また末程であったことからも、重大藩主となった、長兄、頼長に障愛されたという、頼長が病に伏し、その後目が取り沙汰されるようになると、凡庸とされた、コ五郎に変えて聡明な富野城を擁立しようとする、動きがあった。 クルメ藩では、水戸学を報じる一派、天保学連がより長に起用されて、影響を及ぼしていたが、天保学連の若手で、より長に近似していた、村上守太郎や野崎平八らは、一万一の、際にはまずは、黄五郎を立て、富野城が十五歳になったら藩主の地位を継がせるという、福案を持っていた。一方、天保学連の指導層にあたる牧田持信や木村、 サブローラはこれを知り、徴用の助を乱す者として反対した。天保学連は、後継問題を契機として、村上ら、内同士派と、マキラ、外同士派に分裂、以後長く対立することとなった。文久元年12月6日、川越藩六代藩主、松平忠志のの子養子となり、家督を継いだ。文久2年12月15日に14位した、自重、山と守に、ジョイ。 任官する。文久3年10月11日、全民の松平春学の辞職以降空席となっていた、政治総裁職に就任、審判大名ながら、幕政に参画する。文久4年一1月には、14代将軍、徳川家持と共に上京し、朝廷及び三安会議との折衝に当たった。その後は、公明天皇の意向に沿い、金利御主衛総督の一橋義信と共に、 横浜港の砂港を推進、同交砂港を名目に挙兵した天狗島の乱の鎮圧にも反対したことから、他の抜格と激しく対立した。源氏元年6月、清掃は両派とも倒れの形となり、なおかつは、政治総裁職を、直木敬一前松平家は18世紀半ばの、松平朝則の第二、前橋城を本拠とする前橋藩に転封してきたが、度重なると根川による、 侵食被害を受けて崩壊の危機にさらされた前橋城を放棄し、幕府の許可を得て武蔵川越城に本拠移転。前橋は分領として派遣の大官支配とした。前橋城は明和6年に廃城、破却されていたが、旧来の藩都である前橋城では前橋城再建と藩主の前橋復帰の要望が強かった。天保年間に 軍内奉行の安井正明の指揮のもとで利根川の改修が進められたことに加え、横浜開港後に前橋城のキーの外国輸出によって財を成した前橋商人の間に前橋城再建、藩主、貴城のため藩に献金する経済力と機運が高まった。なおかつは文久三年、幕府に願い出て前橋城の再築城を開始、慶応三年三月、 なおかつは、前橋に本拠を移し、再び、前橋藩となった。慶応四年三月、新政府に基準して、上野全土の沈部を務め、続いて、合図藩と戦った。明治二年六月、藩籍奉還により、前橋藩知事に任じられるが、八月十七日に、長男、孔之助が幼少であったため、家督を、養子の直方に譲って隠居した。明治三十年一月に、 正三位に上位されるが、1月25日に死去した。去年58、平成新州旧家族家系体制は、性質の名を幸と載せる。実施として、直行渡辺直達がいる。前橋松、平家の家徳は、の後直方、元則と継承された。直勝の実施の松平直行は、明治8年に分家した後、明治30年に、松平家に復席。 明治40年に松平元則から家督を譲られて、白尺となった、江戸時代後期後近代までの直木家越前末、平家の継承関係を未経で示せば、以下の通り、ありがとうございます。